よくセルジオ越後さんの批判に代表選手怒ることが多いですけども、なんでなんですかね。セルジオさんに、はい、代表選手が怒る理由？いや、まあ多分ですけど、あの内容がない。いやそんなことないと。いや多分まあそのダメやと、話にならんと、あの弱いと、そう、もしかしたらそれは本質なんですし、あの僕はあのセルジオさんそれは合ってると思いますよ。でもどうやったらいいのかは全然提言されてない、うん、具体性がないですよね。なんでもかんでも批判で終わっちゃうって感じですね。じゃあどの場面のどのケースを言ってんねんと、全体的に弱いとか言われてもそれは分かったと、うん、弱いことは弱いと、うん、それはまあそうなんやけど、じゃあどこのシーンのどの部分、あの場面、誰がどこに何メートル後ろで誰が何を声かけてたら状況が変わったのかとか、そういうことを言わなきゃ。